げゆさん。はい。来年の寅年はどんなお年になると思いますか。ええー、恐ろしい年ですね。恐ろしい年。寅だけに。はい。やっぱりあの中国で十二支っていうのが考え出されたわけですけど。中国人にとって、まあ農耕民族にとって一番恐ろしいのがやっぱり十二支の中の寅ですよね。うん。 ですからあの自然災害とか人間関係のトラブルも含めてものすごい恐ろしいことが起こりやすいでどう対処したらいいのかって言いますとやっぱ自分も虎のように行くしかない自分も虎になるはい4本足でしっかりと地べたにっていうそうですだから、あの竜弧って言いますよね。 陽の代,代表が龍で、陰の代表が虎ですけども。大地の木をしっかり吸って地に足つけて。そして、まあ、あの虎っていう虎年の虎はですね。訓読みで慎むというもんですね。はい、あの矢を挟んで、両手で、あの約束するっていう意味合いなんですけども。その謹んで、まあ、地に足つけて。 進んでいくということでようやく相手の虎と対処できるでなるほど謙虚に注意深く,いく、はい、し,かもしかもジャンプ力ありますから逆を言えばそういうことなんですね。はい プラスの面もあるということで、で天気の面では斉藤さん、これあの、原油さんの話を受けて作ってきたわけではないんですけれども、はい、これ、偶然なんですが、はい、過去の寅年の天気、まあ、2010年ウルトラ猛暑、98年は平成10年8月豪雨、あの白川などで被害が出ました、86年は8.5水害で、極端な天気になる、やっぱり激しい気象現象になる寅年だけに、そういうことが多いんですよね。 はい、はい、あの60年前ちょうど水野家虎の年には三宅島が噴火してますね。なるほどってことやっぱり地に足をつけて注意深く日頃の備えをした方がいい虎年と。うんうん、そううですね虎のようにっていうことを心がけていただくのにこれあの凸凹、はい、屋敷にですね4軒の凸凹屋敷がありまして、うんまあ、それぞれ あのこれがこちらの広路民芸なんですがこちら彦寺民芸あとその本家大黒屋さんと大黒屋さんでそれぞれ違いますんでああので十二支のこの張子人形で一番お求めになるのが虎なんだそうですそれはななぜんですかねいや虎のようにっていうのを思い起こすのにも身近に置いてあるとやっぱりなるほどはい